1時間250。ちょっと奥まったから安くなってるよ。ほら、2時間450。ほら、綺麗かっちゅう。まあね。あれでいい人はもう、ね、全然。私は大丈夫。一応タオルだけ1枚。顔に当たるところだけ。これがもう突き当たりで、こっから向こうに行くと、24のデイビスホテルの。そうね。って言われても大体普通です。ていうかね、好みがあるからね、すごい強いのが好きな人とか、優しい感じが好きとかね。でもね、しないとそんなに答えにびっくりしたけど、カジュアルの反射光線全然上手になるんだって。すごいマッサージもして、ちょっと安い。そう、ここ新しくホテルできたんだよ。これホテルだよ。これとこれ両方。これね、プレジデントだっけ、はいはいはい、を多分、あれを多分改装したんだ。ここもなんか別の建物だったけど、ホテルになった。正面に見えてるのがデイビスホテル。これをもうちょっと行くと、そういう、ラマ4世の後にできたホテル、これデイビスホテルね。デイビスホテルは2つ棟があって、向こう側の棟の角のところに有名なフォトスポットがあって、みんな若者が。バリアホテルもデイビスもこのトゥクトゥクがあるから、もし泊まるなら、まあ、トゥクトゥクを利用すれば、ちょっと遠いけどね。まあ、そんな感じかな。はい、じゃあ以上です。ソイ22のレポート以上です。22の突き当たりこんなところに道があったのかというところに来てます。でも意外と綺麗なお店あるよ。24から歩いて23分で、高くない？高く
ぐらいでね、結構来てるよ。これ結構来てるよ。ちょっとなんかあまりにも生活感があって、こうやって動画撮ってるのもさ、